こんにちは、えのき商店です。今日はボンベイサファイアのジントニックに作るときに合うトニックウォーターのご紹介をいたします。ボンベイはですね、割と味も香りも強めですので、それを生かすようなトニック、個人的にはウィルキンソンのトニックが一番合うかなという感じがします。ついでこちらカナダドライのトニックウォーターですね。こちらも割といいかなという感じがします。で、苦味が強いドライなものが好きな方はこのシューエップスのトニックウォーターをおすすめします。で、どのトニックを使う時でも最後にライムなりレモンを絞っていただくと全然風味が変わってきますので、最後に一絞りキュッと入れることをおすすめします。